2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一に なり1億円近く投資をしておりました、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間巌先生です。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっています。今回は半間巌先生の株取引ですね。今回、組み込んだものがですね、株式投資ですね、リソナーホールディングスとですね、住友ファイナンシャルグループですね、この2つの銘柄株式の上場の株からね、2つ仕込んでおきました。そうしましたら、そうですね、この仕込み方成功しましたね。株数700、株数100ですね、100株と700株で、売りと買いをしましたね。始めたのが、仕込んだのは7月27日ですね。2018年7月27日。現在は9月10日になりますね。9月10日。仕込みまして、ここですね。この上の、このところですから、こうぶつかった時に投資したんですね。ね。あ、ぶつかって上がったところですね、ちょうどね。こっから落ちるんじゃないかと。かなり上上がってますでしょ。ね。上がってますでしょ。ね、電子金は1234だから909,200円ね、お資金を入れたんですよ。ね。そうしまして、この銘が上がったり下がったり上がったり下がったりしてるんですね。で、こう上がったり下がったり、非常に投資しやすいんですね、これね。で、ここのところ上がったところから落っこってきました。で、またちょっと様子見て、ここまで見て、さらに落っこって、ちょっとね、ピークを越しましたでしょ？ね。これが半間巌先生のさや取引のね、投資戦術なんですね。株は非常にやりやすいです。投資しやすいですね。このようにね。で、18,829円ですね。利益がね。このように、損食いもここしてても 1.5% 越してるんですね。実際どんぐらいかな。3% くらいいってるかな。こんなもんかな。まあ、そんなにはいってないね。ちょっと待って、見といて合わせて。今ぐらいだから、2% か。ね。だいたい 2% ぐらいで、利益食いしたらいいんじゃないかな、ね。この線でね。2% ね。だいたい 2%。2% 2.5 ぐらいがいいかな。これ2.5 ぐらいかな。この時でしょ。2.5。2.5、まあ、この時結構いったんですね。特に、まあ、2.5。2.5 はちょっときついね。2.3。2.3 もきついんだな、これ今とね。2.1 ぐらいにしとくのかな。ね。ね。だいたい 2.1 ぐらいなんでしょうね。ここら辺の株の場合はね。利益食いはね。ね。住友ファイナンシャル。ね。
グループですね。リソナホールディングスって、これ非常に総計がいいですよね、これ。相関関数がね、0.852 なんですね。まずまずじゃないかな。で、25日の、ね、バンドで、ね、見てましてね。7対1ですね、比率がね。ね。株が、三井の方が高いですから。だから、ね、リスナーホールディングって株1個あたり、安いんですよ。7倍必要なんですね。それで総計合わせてって、こんな具合に勝ち越しましたね。これは半間先生の株式投資法ですね。わかります?サヤ取引っていうのはね。2つのね、相関関数を取って投資するんだ。似たような銘柄でね、変化は共通性があるんですよね。そのね、2つの銘柄から株式投資をするわけですね。こう見てやるでしょ?利益取るときはこの上のときとかね、下がったときなんですよ。ね。で、上がったときとかね。で、ここ上がって、今まで見てて一番上がりがいいでしょ?で、これ上にも上がってるし、で、落ちると、この平均優等生よりか落ちるということが大体わかるわけです、これね。上がったり下がったり、上がったり下がったりね。約2ヶ月間でこんな感じで、だからすぐ起こったって、これやっといてもよかったよ。同じなんでね。これはね、半間陽先生の、ね、勉強ですね、これね。こう上がっていっちゃうわけですね。これまた、ね、ここで。で、今日これで決算しますけどね。今日ってか、まだ月曜日だからね。で、これがね、サヤ取引ですね。必要資金86万の必要ですけどね。まあ、86万で18,829円の利益だから、うん、まあ、ちょっと 2% ですね。そういうことですね。どうも、これが半間陽先生の、これ、有料サヤ取引法というのを使ってます、私、株式投資って。ね、いろんな銘柄ありましてね、こう、ちょっとまた選別しましょうか。ね、こう操作で。で、これはクリーニングだからだな。これね、これ、2年、1年で見ていくね。日経2、日経3のやつね。株が、これやると、銘柄で潰れにくいやつなんですよね。だから、東証一部でね。これで見てみますね。ちょっと待ってね。と、銘柄はね、選別して、206件ヒットしたんですね。この場合ね。で、これ閉じてて、ね、こう、取ってみましょう。ね。で、これからね、こうに見えるんですよ。で、これ今、この上必要ないから、ね、両方必要ないから、表示両方やんないで、さやのバーだけですね、こうね。それでね、これがあるんだけど、これなんかね、非常に上がってるから下がる。上がったり下がったり上がったり、これいい銘柄ですね。という感じだけども、相関関数と合わせて、絞り込みができるんですね。それでね、絞り込みでね、これなんですよ。価格は抑えなくて、ボリンジャーのね、これでいいでしょ。で、これどんぐらいですかな。これで、広がった時の、このね、こう広がった時だけ、ね、ちょっとクリーニングしてますよね。27件あるんです、ヒット。それでね、これちょっとやってみますね。そうするとね、全部これ全部広がってんの検査すると、これ、ちょうど、これ、売り時期かなっていう感じのね、これ、買い時かなと、これ、まだ落ちそうな感じするけど、ね、ここにね、今、200以上あったのが、30件ぐらいになったんですけど、
ここでね選べるんです。こう自動で検索してくれる。これみんな上がってる。これは落ちそうな感じでしょ、ね、自動検索してたくさんの銘柄をコンピューターで全部分析してくれるんです、ね、オリンジャーバーンとか抜けてるやつ ね、まあ、ねこれもいいですね。こんなから選ぶんですね。でぐんぐん下がるのがありますからね、それだけちょっと注意して。今回ちょっと仕込みを想定してね、これはもう勝ちだからもうね、ちょっと切っときましたね、今回ね。おめでとうさんでございました。ね、これ消去しておきますね。ね、次ですね。次。これ、ちょっとね、どれがいいと思います？これがいいんじゃないですか。上がったり下がったり。これがいいと思うんですよ、そうそう。まだ上がるかな？ね。これ下がってきてて上がってるからいい感じですよ、これ。ね。ちょっとこれ仕込みの中にちょっと一応入れとくけど、ね。ね。これをだから、買いじゃなくて売りなんですね。これ上がってるからね、売りでしょ。ね、清水ハウスさんね。うん。で、これを2にしとこうね。2% ぐらいです。これで買ったら、これでいったらね、2万円でやめておきます。資金は、102万円必要なんですね。よし、今度来ました。信用だったら、もうちょっと少ないですからね。ちょっと入れときました。これいいもんね。見とこうね、ちょっと入れたんところ見せるね。ここ入ったわけですね。ね。2つ同時に買うんです。これだから、2つだから、5000株と300、あ、500株と300株買うんですね。で、そういうことですね。必要資金は102万必要ですね。ということですね。で、他にちょっと見てみますね。これ下がりついでまた落ちるんじゃないかなって。さっきのいいのはね、これ、チャートで落っこってきてて上がってる時でしょ？ね。これから上がりづらいんですよ。下がることが多いんですね。まあ、まだこんぐらい上がると思うんですけど、ね、この線より越してないからまだ。だけど、前のは越してないからね、越さないと思うんだけど、相当いってるからね。で、まずこれは取引して OK と。これは、相関関数も低いし、0.785 でしょ。さっきの、まあ、もう同じような相関関数だったけどね。ね。まあ、これ流れちゃってるみたいな感じ。これ、この平均誘導線、赤線が、下に行ってる時に下だから、流れやすいね。ね。これもいいですよ。これもいいなぁ。これもちょっと入れていきますか。だから売りじゃないでしょ、これ。売りでしょ、これね。これ、2% です。これ入れておくと。ね。これどれだったっけ？これわかんないね。これもいいでしょう。ね。これもいい。入れておきましょう。これも。で、これね。これは売りでしょ、下だからね。OK。ね。これ全部オートなんです。これもいいね。これもいいから入れとこう。で、これ 2% にしたくね。利益ね。で、これ下だからね。売りね。ね。結構いいのあるね、今ね。これ上がってる時に上がりだからちょっとわかんないね。ね、ちょっと、これもいいでしょう。これは横ばいだから。ね。で、これ売りね。で、2。ね。で、OK で、次。これ上がってる時だから、これ上いいよ。
ね、たくさんあるね、株っていうのはね、投資ね。いかに儲かりやすく、これは買いでいいでしょ。ね。こう、たくさんあるよ。ね。これ上がって上上昇してる時に上がってる時だから、まだちょっと見ないでくださいね。これも上昇しすぎてるよね。まだ上がっちゃう可能性があるね、これはね。だけどこれ下がるならそろそろこれ、見てこう、試薬屋だからね。東京エレクトロニクスでしょ。これは買いでいいんですよ。ね。赤じゃない、売りじゃない、売りだ。ね。で、2、2で。ね。ということですね。他に見とくね。これもいいじゃない。もういいのばっかしだな。これ下がったでしょ。だから。これもいいじゃない、もう。すごいね。これは売りですよ。ねえ。たくさん稼げるのって株ってあるんですね。これもいいでしょう。相関関数的にはこれも。こんなにあるよ。儲けるとこって。株。株ってそんなにあるんですよ。儲けるチャンスが。売りでしょ。下だからね。こういうの知ってくださいね。ねえ。これ上がって、これ下がって、そろそろ上がるか。これもいい、これもいいじゃない。外れても他は当たるでしょ。で、これは買いだからこういうでしょ。こんなあるもんなんですよ。これは上昇上上がってるからね。これもまだ上がりそうな感じもするからやめておきましょう。これもやめておきましょう。あ、これ下がってるから上がるね。これ、誘導線が下に落ちてて上がってるから、チャンスが大きい。ね、で、これ、2でやめておくんですよ。で、これ、売りでしょ。ただ、これだけですよ。毎日ね、毎日これ見てるだけですよ。これも落ちそうでしょ。みんなお金稼ぎってそんな難しく考えないんですよ。これ、今度売りでしょ。株はこれだけですよ。これで楽しんでないんです、一生。ねえ。さやとりこういう分析がしっかりしてるから。ちょっと間違ってないかな、ね。で、こうよ。これはどうなんでしょう。これは上がるかな。これも買ってたら上がる可能性があるね、これね。だけどちょっと、この辺がルーズなっていうかあるから。これも上がりそうだな。関西電力ね。これをまた2にして、これは買いでいいんだな。ね。ね。以上ですね。これだけあったのね、27個ぐらいあったでしょ。その中から絞ったやつね、200個ぐらいあったんだけど、それでこうですね。これだけありました。投資するのがね。ね。これは、ここで利益ね。ピンクのとこ行って、ね。利益。で、利益。2% ぐらいでいいんじゃないな。2%、2万ぐらいだからね、大体ね。全部多かったら、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13でしょ。ね。20万ぐらい稼げればいいわけな。でね、これ今、見た時に買った時にこれだけのマイナスプランプあるから、これはね、これにちょっと注意するね。これマイナス大きいから、これは取引しない方がいいんじゃない。これマイナス分がちょっと今悪いから、いい時じゃないとね。だからこっからプラス分だから、実際これで投資するんだね。ね、ここまで下がったらね、なわけでしょ。まあ、一応これ注意してね。これは初めから4万なくなっちゃうからね。今の合わせだとね。合わせ合うときにね、調整して。今、ずれちゃうからね。ね。明日の夕方、わかるから。ね。ということですよ。間違いないと、僕上ピンクだからね。ピンクで利益組でしょ。
これだけですよ。あとほったらかして、これいい時に、このね、買い込みのこのマイナスのね、これ多いの多すぎるからダメ。ね。買った時にこんなマイナスになっちゃうから、うまくいい時見てね、通してね。ただ、買う時期である。取引する時期であるということですね。株っていうのは非常に簡単ですよ。取引は。通貨国と違ってね。こうやって差を取引するんですよ。で、毎月毎月こんぐらい投資するのね。それで勝ちを多くね。負けるときは逆に同じだけ負けますから。ね。ね。で、そういうことですね。ハンマイヤー先生の仕込んだの声だけでした。紹介ね。先ほどもか、お見せしたの勝ちましたね。そういうことだね。ハンマイヤー先生の。これツール買ってくださいね。売ってますから。ね。ちゃんとツール買わないとますよ。ね。株式投資ね。そんなことでした。ハンマイヤー先生の株式投資の、報告、投資方法でした。